ということで次第3番目ですね。一番私が皆さんにお伝えしたい項目なんです。だけど私の専門ではありません。まあ、参考程度に聞いていただければと思いますけど、花旅を楽しむキーワードは〇〇力。さあ何が入るでしょう。まず一番最初、経済力ですね。これは多分ここにいらっしゃる方はどなたも問題ないと思いますね。で続きまして、自由な時間。これになりますとね、ちょっと若い方、お仕事されている方は引っかかるかなと思います。それと3つ目が、まあ、健康、体力。大体ね、船の仕事をしている、まあ、旅行会社のスタッフたちはですね、この3つを持っている方たちにどうアプローチするかっていうことを考えてます、いつも。でもね、今はこれなんですよね、免疫力。まず最初、免疫力。これが皆さんこれからこの船を楽しむ方にとっては必要な条件だと思います。コロナのストレスから身を守りましょうということで、私が皆さんにさせていただきたいアドバイスをいくつかお伝えしてまいります。免疫力を維持するために、こまめに手のアルコール消毒を。これ赤字にしてますね。なんか意味があるんだろうなと思われると思うんですけど、こまめに手のアルコール消毒をするのではなく、石鹸と水で手を洗いましょうと。まあ、子どもの頃からやってることですね。でなぜかと言いますと、過度な消毒をする方が今非常に多いと思います。それにご注意いただきたいんですね。で手には何もないようで、実は、常在菌という手を守っている菌がいますので、それをあまりアルコール消毒をしてしまうと一緒に死んでしまうということで、かえってね、手荒れとか赤切れができてしまうんです。結構そういう人多くないですか、周りでも。皆さんももしかしたらそういう目に合ってるかもしれませんけど、ね、これを避けてくださいという意味ですね。節度を持った消毒をという意味ですね。過度な消毒はお気をつけください。2番目、なるべくステイホームをするのではなく日光を浴びながら散歩や軽い運動をぜひしてください。毎日ですね、してください。家に閉じこもってるとね、ろくなことがないですよということで、太陽に当たりますとね、ビタミン D が補給されるそうです。私専門じゃないですね。ただ気持ちいいですよね、朝天気がいい日にね、ぶらっと散歩するの。でね、これは今私やってるんですよ、家庭菜園、でね、自然の生命力、これミニトマトとね、今ベランダでやってるんですけど、日が当たんないんですよ。朝2時間ぐらいしか当たんないんです。あとはこれ右はバジルと葉ネギってやつなんですね。で切っても切ってもまたこう伸びてくるんです。本当にね、その太陽がたかが2時間なのにこんなに自然の生命力が強いのかっていうのを感じます。もう全然人間のこの今の状況なんか一切関係ないし、どんどん伸びますからね。今日は気分転換にいいですよ。毎日5個ぐらいトマトを収穫して食べてますけどということで、まあ、太陽、コロナって太陽のことですよね。太陽のパワーをぜひ皆さんも感じてください。それからね、これ私が今言ってる整体師さんから聞いたんですけどね、最近隠れ酸欠が多いですって言ってます。で私も今ちょっと外してますけど、マスクをしてるとどうしても呼吸を加減するので、あまり強く吐くとね、眼鏡絶対曇るんですよ。だから嫌なので、ちょっとこう引っ張ったりして、どうしてもこう呼吸が浅くなります。その結果血行不良が多いというふうに整体師さんが言ってました。なるべく深呼吸をするのを習慣にするといいと思います。なんかね、これ隠れ酸欠を体から守る、横隔膜ほぐしなんていうね本が出てるそうですけど、まだ読んでありませんけど、要は深い呼吸をなるべくするようにしてください。それから早寝早起き。これ早寝早寝起きをするのではなくじゃなくて、これはしてほしいものですね夜の10時までに寝て朝6時に起きる8時間睡眠、これが一番いいそうですね。メラトニンという睡眠ホルモンが出るので、分泌されるので、とてもリラックスできるということで、まあ、大体私はね、これ年齢的なものもあるのかもしれませんけど、これに近いか起きる時間はもっと早いですね。9時過ぎると眠くなってきますね、最近は。ちょっと次です。笑う、歌う、触れ合う。
こういったこと皆さん今してますか、ちゃんと、ね、これ大事なんですね、笑うストレス解消ですね、まあ、YouTube なんか見ればいろんな漫才とか、落語なんかもねありますから、そういうのを見たりして、気分転換して、それから歌う、これはですね日本語のゆったりとした歌、ゆったりとした歌を歌うのがいいそうです。早口 の, このラップとかね、英語のラップとかそういうんじゃなくて、日本語のゆったりとした歌で、なぜこれがいいのかっていう理由はね、私ちょっとまだうまく説明できないので、また今後、機会がありましたら YouTube で、発表したいと思いますけど、歌を歌う、まあ、カラオケでも家でもお風呂でもどこでもいいと思うんですけどね、歌を歌ってください、大きい声で、そして触れ合う、ね、触れ合うことってのはとても大事でして、安心感、幸福感、信頼感が得られます、得られますよね、皆さんもご体験きっとあると思うんですけど、ですのでね、ぜひ今日は結婚した当初、まあ、新婚当初を思い出してご夫婦の方はですね、ぜひ抱き合って夜は過ごしていただきたいと思います。つまりね、こういうことなんですね、ポジティブな防衛策を取りましょうと。どちらかというと、こういろいろメディアなんかで言われているのはネガティブなものが多い気がするんですね、よりこう気持ちがこう慣れていくので、そうではなくてポジティブな防衛策を取りましょうということです。船旅を楽しむ条件、まあ、これね3つあっても行かない人は絶対行きません。この4つ目がないと、まあ、ご夫婦の例なんですけどね、お金もある、時間もある、体力もある、だけど行かないです、この4つ目がないと。それは夫婦円満ということですね、まあ、今日いらっしゃってる方は皆さんこれ条件満たしてるからこそいらっしゃってるんだと思うんですけど、では続きましてちょっと駆け足でいきますけど、何を食べるか、これも私は全く専門ではありませんが、大体こんなことに気をつけてます。菜食中心、野菜中心ですね、それから発酵食品を取るようにしてます。それと腹8分目、私はもう1年以上朝ごはんを抜いてるんですけど、毎日16時間胃を開けるように、してます。体重はね、過去はもうちょっとあったんですけど、今は80キロちょっとぐらいでだいぶずっと維持してますね。でね、これ一言で言いますと面倒くさいんで難しいんで、私はこういうふうに考えてます。江戸時代になかったものは食べないようにしようというふうにして、これ写真がすごいですけどね、なんかいい江戸時代の食事っていうのがこれ出てきたんでちょっと引っ張ってきましたけど、さすがにこれは本当にすごいですけど、まあたくあんとおしんことご飯と味噌汁みたいなやつですけどね、結構でも皆さんこれに近い、日本ではここまではいかないかもしれません、これに近い感じじゃないですか。ところが船に乗りますとこういう食事ですこんな食事ですよね。でね、これもいつもじゃないければ僕はいいと思うんですね。皆さんやっぱりこれ楽しい、船の楽しみに絶対お食事ってのありますからね。でね、面白いのは最初船に一緒に乗りまして、いや本当に美味しいねこの船のね食事で、明日は何々食べるよなんてねおっしゃってて、で1週間ぐらいだったらいいんですけど、たまにちょっと長めの2週間ぐらいの航路にご一緒しますとね、10日目ぐらいからだいぶ変わってくるんですよ。でどうですか、今日何食べたんですか、いやロブスター2回目なんだよねなんてね、ちょっとトーンが下がるんですよ。で調子悪いんですか、いやいやそうじゃないんだけど、なんかそろそろさお茶漬けとか食いたいなーってねってなってきます。それは自然のことだと思うんですけど、こればっかり食べてたらね、西洋の欧米人もこれ毎日食べませんよ。まあ食べるか、アメリカ人とか食べそうですね、向こうのハンバーガーとか。まあ、特に日本人の場合はたまにだからいいんだと思います。まあ大体10日ぐらいだと思いますよ、飽きてくるのはね。でこれ最近聞いた情報最後にお伝えしますけど、炭水化物って皆さん避ける方多いじゃないですか、ご飯、パン、ラーメン、そば、ね、太りやすいということ でところがですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、同じものなんですけどこれを冷まして食べると炭水化物がね繊維質に変わるんですって、レジスタントスターチというのに、ね、なるんですって。
そして炭水化物ですと小腸で全部こう吸収されちゃうのが、レジスタントスターチ、こう冷めたものにすると大腸まで届くので、栄養がちゃんとね体に行き届くというのを聞きまして、今その本を読んでるんですけどね。ですからラーメンは冷やし中華に、あったかいお蕎麦は、ザルそばに、パンは焼かないでということで食べると。でね、さっき僕は江戸時代の話しましたけど、江戸時代は電子レンジまだなかったですよね。ですから朝炊いたご飯、炊きたてを朝食べて、でお昼になっても今皆さんじゃあチンしちゃおうなんてね、また温めますよね。でこれを江戸時代はしてないはずなんですよ。ということは、朝炊いたご飯ちょっと冷めちゃったけど、それに何か目指しかなんかでこう食べるとか、そういう食生活だったと思うので、だから昔の人は朝は炭水化物、昼は繊維質で一つの、まあ、同じご飯を食べてたんだなっていうことが分かりました。こんな本ですね。炭水化物は冷まして食べなさいという本ですね。ということで、私はねお昼、いつもお昼から食べるんですけど、なるべくこの冷たい、蕎麦だったり、そうめんだったり、パスタもね、その冷製パスタにしてみたりしてます。まあ参考までですね。そして2022年、船旅を楽しむキーワード最後になりますけどね、腸活力、これが腸が超大事というね、ことなんですけどね、最後にこの言葉で、この章を結びたいと思いますけど、ヒポクラテスというのは医学の祖と言われています。ギリシャ人ですね、昔の人です。全ての病気は腸から始まるというふうにヒポクラテスは言ってます。そして人には誰もが、体の中に100人の名医を持っているということで、皆さん自身のね、薬に頼るのではなくて、皆さん自身の体を信じて、ぜひ、強い体を作ってください。ビクビクよりもバクバクですね。で船旅の再開を皆さんと一緒に待ちたいと思います。これね、私があちこちで、船旅を通じて出会った人たちのね、この表情、マスクのない表情っていうのをぜひ皆さんに見ていただきたかったので、集めてきたんですけどね。この人は言われると有名な人なんですけどね、ソレントのチョコレート屋さんのおじさん、これはバルセロナのバーの女の子ですね。これはどこの人かちょっと忘れました、ね、ギリシャの金冠ですよ、金冠ですね。マルタのカフェのおじさん、コトルのチーズ屋さんですね。まあこういう人たちに私も早くまた会いたいなと思っております。そして一番大好きなサントリー島の写真を持ちまして、後半とか中盤に入りたいと思いますが、今日最後にお伝えしましたのは、私が皆さんとね5年後も10年後もこの景色を、これサントリー島の夕日なんですけど、ぜひ一緒に眺めたいという思いから、皆さんの免疫力、それから腸活力をね、ぜひ気遣っていただきたいということでお伝えしました。以上をもちまして、時間的にも50分ちょっと、1時間以内でなんとか終わることができました。通常のクルーズの話を期待されていた方はね、ちょっとあれ、なんだよっていうね、ことを思われてるかもしれませんけれど、またそれはそれで時期が来たら、もうそちらの方が得意ですので、またその話もいたしますが、まあ、今日はですね、こういうタイミングでしたので、こういう話題にさせていただきました。どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。